ミニフライ級ネクストクイーントーナメント2021準決勝、今度は B ブロックの一戦です。宮崎若菜とあかりの一戦。宮崎若菜現在20歳、そしてあかりは17歳という両者、一度対戦はしています。ただその後宮崎若菜は明らかに力をつけました。さあ第1ラウンドがスタートをしています。まあ、この試合なんですが一度やっている両者というところになります。野木さん、結構やっぱりあかり選手のこのサイズですよね。身長差ありますからね、あの宮崎選手は入っていきたいですね、この距離ですね、はい、入っていってインローを多分狙ってくると思いますね。宮崎若菜選手はサウスポーに構えています。宮崎若菜が153センチ、一方あかりは163センチありまして、まあ、身長差でいうと10センチあります。まあ、これだけの差があるっていうところで、まあ、どう入ってくるかですが、まず宮崎は入ってきました。まあ、今回は福井さん、もうあかり選手も宮崎選手ももう気持ち入ってますからね。いや本当ですね、言い合いがすごかったですけど、はい、まあ、あかりって入ってきてますね。あの若菜選手のインロー重いですね、あれ、はい、かなり蓄積しますよ。まあ、かなりあの実は結構鍛えられたこの足、本当にローキック打つとボッパシッというすごい音がします。宮崎ナイスミドル、あかりもしっかり打ちます。さらにフックからロキック、あかり選手すごい今日あの、フェイントがうまいですね。あのすごい成長してるなっていう感じですね、はい。まあ、それに対してかなり宮崎も反応してる感じはありますからね。そうですね、まあ、でもねこう反応しすぎちゃうとね、はい、あかり選手は手出してないのに、あの若菜選手は疲れさせられちゃうっていうのもあるんで、そうですね、まあそうですね、まあ、ちょっとやりづらそうにしてるかな若菜選手は、はい。まあ、おそらくこの試合のポイントはいかにこの若菜選手が潰すかどうかですよね。そうですね、あの長い距離だったらやっぱハイキック、ここでハイキックきました。これで KO してますからね。前回はこれで坂本選手を倒したという1ラウンド KO 決着。強いな、すごい強いですね。なかなかないですよね直樹さん。いい蹴り出しますわ、あの左の蹴り。これちょっと見ただけでもあかり選手ちょっとプレッシャー感じたんじゃないですか。今のあのさっきのハイキックあるよっていう風に見えただけで、インローをもっと当たるようになりますよ。あ、なるほど。そうですね。さあまず一発自分の武器を見せました。で距離を潰していきます。宮崎選手、若菜選手ですね、どんどん蹴っていきたいですね。インロー、ミドル、ハイとどんどん蹴りたいですね。はい、あかり選手はね、前蹴りとかストレートとか、長い攻撃を使っていきたいですね。普段に比べるとあんまりこう前蹴り出すケースがあかりがまだありません。そうですね、はい、フェイントではかなり出してるんですけど、サビドラ、あ、1人左のパンチが捉えました、あかりのパンチ。あのね、あかり選手もプレッシャーかけてるんで、まあ、悪くないですよ、全然。そうですよね、あかり選手がセンターに立ってこう回してる感じですね。そうですね、プレッシャーはかなりかけてますね。ここで第1ラウンドが終了しました。まあ、お互い言い合っている2人の対戦だったわけですが、福井さんどうですか1ラウンド見て。いや、どうなんですかね、こう手数とかを見てるとやっぱり宮崎選手の方がって思っちゃいますけど、はい、これは作戦なんでしょうか。おー、その辺直樹さんいかがですか。あ、そうですね、まああかり選手も、ね、かなりフェイントを多く使ってるんですけど、まあ、手数がちょっと少ないなっていうのは確かに感じますね。こうやっぱり上村師匠の、ね、血が入ってるっていうのでもう襲いかかっちゃうんじゃないかなって私は思ってたので、なんかこう思い切りのいいところが見たいなっていう気持ちはあります。そうですね、まあ、でもあんまり、ね、距離潰しすぎるとね、若菜選手の方が力はあると思うんで、まあ、自分の距離で戦いたいですよね、あかり選手は。まあ、今回に関してはあかり選手はまあ焦って一発もらう可能性もあるから集中して1ラウンド1ラウンド丁寧に戦っていきたいですという話もしています。まあ、そのあたりの意識もあったのかもしれません。第1ラウンド、さあ第2ラウンドがスタートをしています。まあ、一方で直樹さん、宮崎若菜選手の入りというのはいかがでした。まあ、良かったと思いますよ。すごい左の蹴り走ってたんで、まあ、それに対してね、こうあかり選手もうまく、こう左足を動かしてね、インローをカットして、はい、今みたいな蹴り返しもできてるんで、もう どっこいというか、かなりイーブンな試合ですね、今のところ。1ラウンドは振り分けはちょっと難しい感じでしょうか。難しいですね、はい。まあ、も
しかしたらあのハイキックの印象で若菜選手についている可能性もなきにしもあらずかなぐらいな感じですね。はい、さあでセンターを取っているあかりという構図はこれもう試合開始当初から変わりはありません。プレッシャーナイス、当てましたストレート、あかり入りましたね。このラウンドあかり選手かなり手数増やして蹴り数手数増やしてるんでいいですね。ちょっとなんかスカウティング終了みたいなそんな感じの空気になってますか。かなりいいですよ、ローの蹴り返しもしっかりしてるし、はい、このパンチのフェイントもあってかなりいいですね。赤井選手足長いな。まあ何しろ美脚炸裂シンデレラというニックネームを持っております。そうですね、なんか蹴りの後に足がちょっと伸びていくみたいな感じがしますね。多分同じ身長の選手と比べても足のこの長さ違いますもんね。さあちょっとサークリングをしています宮崎若菜。ちょっと距離が、あかり選手の距離ですね、このラウンドは、はい、これをもうちょっと冷たいわけですね宮崎選手は。そうですね、もう一歩冷たいですね、はい、今あかり選手の距離なんで、あかり選手の攻撃だけ当たってますよね。これ冷たいけど、お左ストレート。さあここで詰まります、どうだ。冷たくても詰められないっていうのはどういった理由ですか。やっぱりあのフェイントうまいですね、あかり選手の。はい、ちょっと今すね蹴っちゃって痛いですね。あかり選手の方がちょっと痛いというか変なところ当たっちゃいましたね。さあ上から下へと宮崎若菜、おお、そしてローキック。若菜選手はもっと蹴った方がいいと思うんですけどね、パンチから蹴りにつなげたいですよね。蹴りだけだとちょっとかわされちゃうんで、パンチから蹴りにつなげたいと思いますね。はい、このラウンド、あかり選手 の右のインローがかなりヒットしてますね。はい、うまいですね、いいね、このフェイントかけながらプレッシャーかけてるんで、なかなか出づらいですね。さあ、ここで入ってきた。宮崎はボディからこう入っていこうという感じだったんですが、そしてローキック。いや、お互い結構蹴りは強いです。威力ありますね。音が重いですよね。さあ、ただセンターを取る構図は変わらず、あかり。おワンツー返した宮崎。そしてもう一回パンチボディへ。ちょっと宮崎選手はちょっとこのラウンドはやりづらそうでしたね、かなり。それはどういったところに感じました。あかり選手がね、フェイントだけじゃなくてしっかり強いパンチ、強いキック、特に右のインローですね、かなり蹴り数増やしてきて良かったと思いますね。だいぶ福井さん、1ラウンドと比べて変わってきた感じもありますね。いや、そうですね、かなり手数も増えてますし、やっぱり後ろから上村さんのねこうすごい気合いの入った声が聞こえてくるので、あかり選手はこれからどんどん行ってくれるんじゃないかなっていう感じがしますけど、もう本当にその、上村エリカ DNA をね、継ぐものとしてやってますからね。でもやっぱり宮崎選手も結構重いですよね、音が。確かに、はい、一発の威力かなりありますね。まあ、実際にちょっとシルエットで見てみると、宮崎若菜選手の足は相当鍛えられてるなって感じ、直樹さんしませんか。いや、かなり筋肉すごいですよね。ねえ、若菜選手の足すごいですね、いい足してますね。まあ、この太い鍛えられた足から強烈なローキック飛んできます。ただね、プレッシャーいいですね、あかり選手。はい、お、詰めました。ちょっとお互いローキック当たるで距離潰す宮崎、右のジャブから入ってくる、左ストレート。ナイスストレート。さあ、これでリズムつかまりかどうか。おボディへ、下から上、パンチの蹴りから近い距離で蹴りまでつなぎたいですよね、若菜選手。まあ、一発で終わらないことですね、ちょっとパンチだけになってますね、このラウンドは。はい、ここで蹴りまで行きたいですね。さあ、一方であかりの方は変わらずにプレッシャーかけていきます。ローキック工作、おー、近い距離。まっすぐ出るストレート結構当たってますよ。はい、非常にあかりも冷静にやってます。またローキック、あかり。あかり選手のインローかなり当たってますよね。はい、もうこれは試合開始当初からですね。そうですね、かなりヒット数多いですね。まあ、一発で効かせる蹴りじゃないですけどね、ポイントになるですよ。はい、そして上から下へと打ち分けてくる宮崎若菜。若菜選手蹴りたいな。やっぱりパンチ主体なんですね、今までね。ちょっとね、このラウンドは特にパンチだけで偏っちゃってますよね。はい、
どうしてもポイント取らなくちゃと思って、はい、前に前に行き過ぎちゃってるというか、あ、気持ちが行き過ぎちゃってるんで、はい、蹴りたいですよね、うん。逆にこう来られた方が明里選手としては直樹さんやりやすいわけですね。多分やりやすいと思いますよ。今結構ね、明里選手はやりやすそうな距離ですよね、うん、なんか落ち着いてるように見えますよね。さあこのハイキック、何回かこのハイキックは見せていますね。ボディ、そこからつなげられるか宮崎。ナイスボディですね。さあボディまとめる、そしてキック。しかしここで膝が飛んでくる。距離近いとこの膝要注意。膝良かったですね、これ近い距離の膝いいですね、明里選手の。まあ、アナリストの背がありますんで分かってきます、この膝。あの膝いいですね、さらに膝突き刺していく明里。しかし宮崎前に来る。若野選手も下がんないですね、3ラウンド残り40秒切ります。さあ大股、ここも膝が迎え撃つ。膝いいですね、タイミングバッチシですね。はい、そしてローキックまでつなげる明里。さあ宮崎は一発爆発ができるかどうか。何で当てるか、なかなか入れない。ちょっと距離が明里選手の距離ですね。そうですね、あ、ここも膝。さあちょっと時計を今確認をしました。残り時間ほとんどありません。あっと、ここで3ラウンド終了。いやー、カリ選手のこの距離の作り方、非常にうまい印象がありましたね、福井さん。いやー、すごく成長してる、私が言うのも変ですけど、すごく成長されたんじゃないかなって思いますね。気合といい、こうなんか見えてる感みたいなのがこっちにも伝わってきましたし、なんかこう、あかり選手を中心に回したっていう感じにも私は見えました。17歳というね、この才能です。直樹さん、いかがですか。あ、小池選手が打つ、いや、ね、心配そうに見てますね。あ、そうですね。まあ、この後タイトルマッチ控えていますが、どういう、どう出るかですね、この判定は。それでは賞金結果をお知らせいたします。ジャッジ佐藤30対29、青あかり。まず一人あかりにつきます。ジャッジ永瀬30対29、青あかり。二者あかり、従ってあかりの勝利。一人は2ポイント差をつけました。判定は文句なし、あかりの勝利です。まあ、当然宮崎はからリベンジへの思いというのは強くあった試合ではありましたが、あかりの勝利です。直樹さん、この試合全体通してどんな印象でしょうか。やっぱちょっと距離感があかり選手の距離感でしたね、あの試合全体を通して。